ちょっとずれてますね。おはようございます。おはようございます。そうです。僕たちがマネジメントホスト、ろくでなしです。マネジメントホスト。最近7つの習慣を読んで、営業に目覚めました。それ俺や。ということで、台風の中だけど始まります。今日も行くぜ、ろくでなし TVD! 忘れてない。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。放送も恥ずかしい。あ、どうも。お、始まったね。始まりましたね。まあ、ございます。台風やけど。台風ですね。あの、そら関係あれへんで、うん、台風俺過ぎたと思ったけど、うん、今から。今かららしいね。今からみたいで、うん、本当はもうこの魔法でね、うん、どうにかしちゃいたいところなんですけど、魔法を使えるのはマジシャンの空だけなんじゃない。まあそうですね、うん、はい、ね、そうですね。そうやね。あれですもんね。え、何。マジシャンではないから。俺は違うね。俺はホストや。はい、ホストホストホストホス ト, ホス ト, ホスト、マジシャン。とりあえず喋ることないんでお題ください。コメントで。コメントで、ね、お題ください。なんか恥ずかしいな。しゅうやは、うん、最近ちょっと、ね、忙しいらしくて、うん、はいはい、はい、そう、最近出れないんですか。そう、最近忙しいみたいですね、そうね、うん、さて、王子、はい、なんか絆創膏貼ってるけど顔どうしたって言われてるよ。どうしたの。まあ軽くね、いろいろあって。何があったの。それはなんかあれでしょ。すげえ気になるけど。おしゃれ絆創膏でしょ、うん、なんかこう、だって今日なんかいたもん、もう一人、うん、貼ってるやつ。俺がつけ始めた。俺なんかニキビができた時にこう貼ったけど、ね。ああ、それはちょっとニキビできないでしょ。だってでも俺も言って、ここちょ、親指、うん、あ、そこニキビできた。真似すんねん。ニキビできた、親指に。そこにニキビできたの。貼ってんだけど。それはやばいね。そうだね。はてさて、なんかください。お題ください。喋ることないんで。ああ、ね、それかハットになんか仕込んできてないですか。ハットには、今日は、うん、ぐしゃぐしゃの髪の毛しか仕込んできてないです。ぐしゃぐしゃの、ぐしゃぐしゃの仕込まれてる。いやいやいや、そういやいや、そうです。なんで荷物とか入ってんの。なんで。帽子わざわざトラベルセットです。いやいや、リュックあるのに。旅行行くの。なんでだよ。おかしいだろ。そのまま行けですもんね。全然だよ。パスポートも入ってるから。ここ開けて行けるか。はい。いや、いいね。僕日本人なんで、パスポートいりません。そうなんすか。あ、いやいや、なんか日本人っぽくないよね。なんか、いやいやいや、イギリス人みたいな。いやいやいや、ちょっと待って。本当に、顔細いですね。マジっすか。写真になったっすね。ほんとっすか。酒飲まなくなってなんかやつれたくないっすか。やつれた、はい、俺ぶっちゃけ言っていい、うん、俺ね、柔道の腹筋をこの前見て、はい、超運動してんの朝から、はい、で結構俺もうだからもうやばいよ。多分痩せると思う。実際体重は増えたんだけど、はい、筋肉がこうついてきたんではないかなという、はい、じゃあ頑張ってください。シックスパック見せてもらっていいですか。まだちょっとこの前の網田口腹筋。いや、まだこのチャックからね。できるか。露呈させて。いや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 。ワンパック。じゃあもうそれ俺や。ワンパックあれですから。じゃあクリスマスイベントの練習も始めたってことで。そうやな。なんかクリスマスの思い出とか書いてますけど。書いてる？お前クリスマスの思い出ね。俺もあるよ。あるんや。ありますよ。俺別にないからクリスマス。俺クリスマスに彼女がいたことがない。ああ、マジで。はい。ってことは。うん、付き合って1年続いたことがないってこと。そうです。最高7ヶ月です。あ、そうなの、はい、なんか中途も結構どうなの。あんまなんか長いイメージないけど。そうですね、なんかきっかけで別れちゃいますね、うん、僕。今まで付き合って一番長いのどんぐらいの。中途は俺は、うん、どんぐらい6ヶ月ですから。ああ、じゃあ一生ぐらいや。ああ、そう、短いね、うん、でどんぐらい、どんぐらい。俺は続く。飽きるとかじゃなくて、うん、なんかこうきっかけで、うん、ああ、なるほどね。ホストやるから嫌だ、うん、じゃあ分かるよ。ああ、はい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 。ちょっと待って、俺悪いやつ。え、ソラはなんで半年ぐらいしか続かんの。俺はね、なんだろうね。じゃあやっぱその帽子が無理みたいな。いやいやいや、常に帽子かぶってるわけじゃないから。あ、違う、帽子かぶってない時もあるよ。いや、そうそうそう、家でもかぶってない。
いや、家ではかぶってねえよ。風呂入るときはかぶってる。かぶってる。逆に。逆にね。王子は続く付き合ったら。俺続くね。あ、そう。どんぐらい続く、うん、俺だ、まあ、でも、まあ、1年。まあ、3年とか。一番長く長っ半年とか。やばいね。3年も付き合ったらもう、やばいな。結婚みたいになれんの。なんないね。ならへんよ。うん。やばいね。でもなんかすぐ別れるぐらい、だからそのソラ君とか半年で別れるぐらいだったら俺なんか付き合えてるな。逆に無駄な時間はね。無駄だから。そうなんや。無駄ではないけど、なんか悲しいじゃん。傷つくじゃん。失恋って。使って捨てるみたいな。使って。ちょっと待ってよ。その使ってねえよ。純粋な恋愛やわ。純粋な。傷つくから。純粋で半年で終わるか。まあ人それぞれ。まあまあまあ。傘もあるだろうし。まあそれでね。ね、知りすぎちゃってね、良くなかった場合もある。ああ、そうだね。知りすぎるっていうのもあるね、うん、確かに。そうだね、うん、じゃあ、138番ね、はい、何歳までホストやろうと思う。ああ、なるほど。まあ、ここは若いからね、俺とトウヤはね、まあ、どちらかというと、まあ、おっさん組は。おっさん組ですからね。でも、空はでもどうなん、いつまでやるの。俺はどうかな、やっぱなんか、うん、例えば、違う仕事して、うん、その仕事で、うん、自分のね、うん、やりたいことが毎月、うん、まあ、このぐらいお金がいるとして、うん、それを越したらやめる。なるほど、うん、空は何歳？今25。今年？今年6。今年6、うん、おっさんやな。お前うるせえよ。お前の方が上だろ。俺27。あ、来たー来た、俺と食べてた。俺と食べてた。なんか一番台風感出てるよ。一番台風感すごいんだから雨が。あ、そんなにマジで。え、今やばいよ。え、マジで降ってんの今。さっき全然降ってなかったもん。せやな、うん、びしょびしょやな。まとめてよ、この俺のクオリティまとめてよ。めちゃくちゃびしょ濡れ、めちゃくちゃびしょ濡れ。久しぶりに5人揃って、うん、コメントが、うん、200いってない。ちゃんとホスラバに喧嘩とか。シュウやさ、ホスラブ好きじゃん、やったら。ん、ホスラブ好き。じゃあ俺のお客さんがホスラブ好きの子が3人集まって、うん、一致団結して、うん、ファイオーって言って、うん、そ送ってくるんですスクショとかを。ファイオーって。好きじゃなくても嫌いになるよね。あ、合体したんだね。うん、合体した。最近シュウやなんて叩かれてる。いいお客さんばっかだね。シュウや最近なんて叩かれてる。最近、うん、最近最近わかんないけど、うん、ちょっと待ってな、息上がってるからさ、おっさんやからさ、うん、一回まとめてもらっていい、うん、ちょうどおっさんの話してるから。そうそうそう。あ、おっさんの話。そう、俺と空がおっさんっていう話してるから、ちょうど。そう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 。そうやな、うん、さて、うん、さて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 、お題ちょうだい、とりあえずもう喋ることないから。あれ、そんな感じなの。クリスマスの話って書いてる。いや、もうクリスマスの話さっきしたから、うん、ね、とりあえず、うん、中と喋ってって感じで。だから、なんかこれ台風とか大雨とかで外に出れない時ってあるじゃないですか、うん、その時に家でこう結構アウトドアじゃないですか、みんな。なんかマイク代わりにグラスくれるみたいな。グラスにこもってこい。それで、家にいる時に、うん、本当出れない状況で暇なわけじゃないですか、うん、その時何するのかなって。ああ、家でね。なるほどね。まあ、ソロは家で帽子かぶってるとして、だから、かぶってねえからね。中も家ではかぶってねえ。王子は遠近法を取ってるよ。え、週家で何してんの普段。普段、うんうん、最近七原会いるもんな。七原会が、うん、プラス読書をしてる。真面目だな。週がハマってる。あとね、最近やってるのが株チャートを朝9時から見て、うん、3時まで見て、お金を稼いでるって。お、もう絶対勉強した方がいいぞ。いや、しっかり勉強してんねんけど、うん、もうすでに収入はやってる、うん、すごいな。金額はやってないけど、うん、株にハマるやつすごいな。なんか後々財産全部失うっていうイメージがすごいあるんやけど。でも勉強してるんやったら。ちょっと待って、一瞬しようともいい、うん、収入のためにおっさんと寝てきたよって書いてんねんか、うんうん、めっちゃ頑張ってるよ。こういうの見合ってほしいよね。うんって言えへん空気感を作ってみたわ。なんかもう、そのシュウヤのゲスさがすがすがしい。あの、そこまで行ったごめんやけど、俺に振らんほうがいいよ、今日は。うん、で、今日飲んでるの。練習してるから。飲んでる。ソラ今日飲んでないとか言われてる。俺の今日見てないの、絶対。いやいやいや、見た感じやで、ね、見た感じやで、ね、飲んでるよ、全然。あ、そうなの。そうそうそう、はい。なるほどね。さて、いう感じです。じゃあ、めっちゃしょうもないの拾っていい。うん、拾っていいよ。妖怪ウォッチ好きですか。妖怪
妖怪ウォッチ流行ってるけど、妖怪ウォッチって何？俺よく分からへん。俺もウォッチ作らへん。え？アウトオブ眼中ウォッチ。何それ何それ。いやアウトオブ眼中ウォッチ作らへん。作らへん。何を作る？やめとこう。いや俺もウォッチ作ろうって話。時計時計。六でなしグッズ作りたいでもね。なんか六でなしのクリアファイルとかさ。なんか俺らの顔が映ってて。それさ、いや面白いけど誰が買ってくれるんですか？いやもう普通に、なんか店で100円とかで、いや買ってくれるかもしれない。いや確かにね、確かに買わせるよね。5人で割って20円ずつで。あでも原価あるから、原価多分20円ぐらいか。あほんまに？ってことは80割る5は16円うまい棒買える。うまい棒いけるね。うまい棒せといてもらおう。確かにな確かにな。まだ待ってるよ。うん、6でなしグッズ作りたいの。下敷きとかさ、よくやる。妖怪未収こぼしとか。妖怪なし。妖怪ですよ。妖怪未収こぼし。妖怪未収こぼし。ようこぼすよ。ようこぼすよみたいな。妖怪水飲みとか、水だけ飲みみたいな。妖怪じゃないですよ。妖怪じゃないです。ストレートそう。これ学生とかも見てくれてるのかな。いや、どうなの。でもさ、ツイキャスもやってるから。なんか王子が一言申したいらしい。お、申したい。このここについて今日言いたい。これはもうさっき話したんだ。あ、話した。遅刻してきたけどだからね。え、あえてした上でもう一回拾おうと思ってきたよ。あ、本当？うん。なんかすごいなんかか、なんかおできができた。電軍電。おでき。電軍熱って書いてたから。電軍熱。電軍熱カット版すんの？カット版。カット版バンドエイド。カット版懐かしいな。カットカットオブガンチョ。カットオブカットオブガンチョ。カットオブガンチョ。二連休の予定はって書いてあるよ。寝る寝させてくれ。ジュートなりそうに二連休。二連休。なんだろう、なんすかね。まったりしますね。あれ腹筋や腹筋。シックスパック。シックスパック。二連休何するんですか二連休。二連休何すんだよ。俺も別に考えてないよ。難しいよ。何する？遊ぶ？そうだね。いや、そう、めっちゃ嫌そうに。いや遊べそうだね。全然嫌そうじゃねえ。いや、全然嫌そうじゃねえよ。そうやな。さてさて、一番いくら使ったらいいお客さん。一晩か。一晩ね。まあ人によるけど、うん、人によるな。柊也はじゃあ一晩どんぐらい使ってくれたらこれいいなと思う。一晩っていうのは体込みですか？まあ込みで体込みですか？うん、体込みで一晩いくら使ってくれたらいいって言うんやったら、うん、それはまだ使ってもらってないかな。完璧なホスト答え。いくら持っていけばいいですかって。はい、いくら持っていけばいいですかって。誰が5万円しね。あ、5万円ではないけど、あのどうなんやろうね。そこまであのがっつり言われるのないよね。あのお金で体を買わしてってなくて、うん、それ2000万って言ったよね。いや、いいお客さん。でも体はいらないんだけどって言ったんだけど、体いらなくて体なしで、うん、あのいいお客さん、いいお客さんっていうこと、うん、それはだって正直な話、2万円でも3万円でも違う。ちょっと待って、355番なめとんのおい。おい、なんで俺最低料金。おい、そこはじゃあ優一郎で、優一郎やから、ね、そこは優一郎で、はい、悪やですねこれ。いやいや、国家予算だよ。おい、どんなレベルやこれね。そうだね。そやな、200万あったら余裕だった。王子的にどうなの？200万あったら全然いいっしょ。ほんまに、うん、うん、ありがとう。俺も100万で100万でもまあいいお客さんやなと。ほんまに、うん、俺はもうあの2万です、いいお客さん。ほんとに最低料金来てくれるだけ。来てくれることがね。そう俺もそうっすかね。そうやな、500使ったらエース、それも、それもエースでしょ。人によるよ、ね。じゃあ2万円使って、席もっとついてよって言って、席なんでそんなついてくれないのって言われるのはどうなの？え？あ、なるほどね。それ言われると痛いっていうのか、うん、2万円使ってくれてるからしゃあないよねっていうのか、どっちの問いは。2、3万で？うん。いや、別に俺は全然ありがたいです。うん、俺も最低料金で、全然。CM。というわけで、じゃあちょっと、CM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 。じゃあ、行きますか。じゃあチーンがちょっとチーンになった。さっき失敗したから。ささやかすぎるでしょ。ほら、そしたら一旦 CM です。忘れてる。いやいやいや
80% バック入店祝い金高額試験 BS グループ。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。じゃあ行けっす。ゴーセン、ロクデラシー、TV TV そんな早いだっけ。今までロクデラシー、TV やろ。いやなんかそうなの、最近忘れちゃって。違う、始めと終わりだけ変えたよ。はい、はい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 、はい、真ん中変えた。あの、俺が話を広げるならば、うん、ハロウィンのことやんね。ハロウィンね、出た。ハロウィンをどう思うかっていうのをみんなでどうするのと思って、正直、うん、覚悟を決めようよ。かっこいい系で去年行った人は、うん、やっぱりぶっ込む系で、うん、なるほどね。あの、俺は去年ぶち込む系で言ったけど、うん、今年はぶち込むよっていう。いや、なんか今年空飛ぶとか言ってたよ。ん、今年空飛ぶ。費用がかかりすぎる回収できひんわハロウィン何するのっていう、ハロウィンどういう感じっていう話。ハロウィンね、うん、趣味は去年何した。進撃の巨人やな、巨人や。えっとね、オージマンは、僕はドラキュラ。ドラキュラ、ドラキュラ、ドラキュラも。俺はあのマリリン・マンソン。あ、そうなの、うん、え、ジュートは。僕、ドラキュラっすね。マジで、ドラキュラ。ユイチロは。俺、あのドンキ600円で買ったドラキュラそうだ、ドラキュラ多いな、ね、ドラキュラ多いな、ね、まあでもね、うん、ドラキュラ多いな。せやな、難しいよね、でもハロウィンが。確かに。俺、ちなみに言ってもいい、うん、ダメ出しするなら438番みたいなコメントのやつが一番嫌いやわダメ、ずっと受けへんやん、滑るし。ダメよ、ダメダメ。あれやろ、エレキテル連合。そう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 。あれいいかもな。でも何エレキテル連合って知らんの。わからん。そう、あのお笑い芸人やろ。そう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 。逆にマイケルのコスプレできたらめっちゃおもろい。マイケルか。うん、ジャクソン。どこ、ここまで出すの。ジャクソンじゃなくて、あの1枚2枚3マイケルの方。1枚2枚3マイケル、どんなやつ。お笑い芸人。そう、俺にどうやってほら、じゃあ、今だった、うん、それ分からない、三平の逆に、三平やったら、できたら逆に面白いろ。三平やったら受ける。三平やったら受ける。でも、あの、あれでしょ、坊主の。ちょっと待ってくれ、お茶。あー、おいでもなんか、お笑い芸人のコスプレとかどうなの。ない、ね、ないと思う、ない、うん、ハロウィンっぽくはないよな。お笑いじゃね、ただの。え、じゃあ、今年の王女はすごいの。え、だって俺そういうの、ダサいのやまで。おお、かっこいいの。誰かさ、手作りやから。もちろんな。これ、はい。誰かさ、手作りやから。2週間前から。手作りは誰し。俺さ、シュウヤが入ってきた時に、うん、まだ間もなかったのよ。うん、確かに。ハロウィンの時さ。確かに、確かに。なのに、ハロウィンイベントの1週間前ぐらいから、手作りで家で、あの、入ったばっかの店の、うん、コスプレ作ってると面白くね。面白いですね。シュウヤ、その頃は、まあ、今でこそめっちゃうるさいけど、うん、その頃のシュウヤ可愛かった、ほんまに。静かやめっちゃ静かやったもん。静かやった。超静かやった。静か、進撃の巨人か。静か、静か、あー、進撃の巨人やった時も静かやったもんだ。いや、ほんまにめっちゃおとなしくて、まあまあ、うん、そう。だから全然別に最初喋ってなかったもん、普通に。いや、謙虚だったしな。俺先輩って思ってやってきて、でも俺思うねんな、うん、正直な話、あの、うん、去年のハロウィンで、うん、一番俺輝いたんよ。なんでかって言ったら、でも、まああれやったな、赤かったし、うん、何が一番面白かって言ったら、うん、やっぱりフルチンで歩き回ったってことが一番あってそん時のあの、その時にあの誰もらってなかったけど、うん、ジュートは爆笑したからもう一回、もう一回って欲しかったもん、あのジュートが。で、あの、ここも赤に塗ってたからね。あ、ちんちんで、彼はあのわざわざ座る時にペンキついたらいかんっつって、うん、新聞紙持ってきてたから。あ、マジで。それでシュウヤ面白いんやと思って。なんかその頃すごい静かやったから、静かやったから、うん、え、陰キャラなんかなと思って、シュウヤ。なんか発音おかしい。オタクなんかなとか思ってたけど、そうそうそう。でもなんか、
めっちゃ嬉しい、あの513万収益綺麗になったって言って、これでハロウィン見に来て俺の一日見て、さらに綺麗になってくれたら俺最高やわ。逆になんか中途半端に嫌われるよりも出し切って嫌われた方が嬉しい。まあ確かに、まあね、今の知恵じゃないの。まあね、じゃあお客さんにファンって言われたらどう思うって。中途とかファン多いんじゃないの。いや、なんか寂しいっすよ、ちょっとこう、うん、距離めっちゃ感じる感じますもんね。なるほどね、まあ壁を感じる。なるほどね、別にもう寄らなくていい、うん、ちょっと離れてとか。ああ、はいはいはい、だもっとグイグイ来てほしいね、中途的には。グイグイじゃないけど、なんかそういうなんか言葉とかは寂しいっすよね、うん、なるほどね。嬉しいけど寂しいっすね。ああ、なんか壁一枚挟まれてるって感じなんだ。中途って結構なんかよく寂しがるよ、なんか寂しいっすよ。で、じゃあ柊は震えるやん、すぐ震えるね。王子はいつも王子は、王子はムムそうそうそう王子は、王子は なんか吸ってるやん、基本的に。まあタバコやめたからね、最近はね。え、そうなん、やめたっすもん。あ、そうなんや。そうな、今から全員で空をいじるっていうゲームせへん。で、出た出た。なんかずっと空拾われてないからさ。いや空ピリるからすぐ。いや、勘弁してよ。ほら、おお。いや、俺さっきは気になってたんやけど、あのなんか帽子かぶってるけど、うん、チンチンかぶってるのっていうコメントが3、4件来てて、それで拾うか迷ってたけど。ちょ待って、実際どうなの。いや、かぶってません。かぶってません。かぶってません。なるほど、それはかぶってません。あれ、隠れ雲の人空はゲイ。え、そうなの。バカ野郎。いや、みんなスレッチ。いや、ゲイの。いや、あ、違うの。いや、俺それやったらちょっとショックや。まあ、ゲイの友達ができたってこと。まあ、相手するけど。そうやな、地元帰ってさ、ホストどんな感じなのって言って、空っていうさ、ゲイがいてさ、って言われるけど。それを紹介するよ。それをね、あの、いつ向けたんすか。いつやろ。何が向けたんすか。進歩。ちょっと待って、572万にゲイがいんねんけど。ほんまや。主演見てたのに。いや、いろんな人が見てくれてるから。あ、そうやね。まあ、それはもうゲイの人もね。あ、やっぱり見てくれてるから。そうやね。はい、いつ向けたやったら、いつまでも隠れ熊の実の俺はどうしたいんやろ。なるほどね、隠れ熊の実。俺は逆に基本向けてんねんけど、あの、立ったらかぶいじるとおかしいやん、逆やん。立ったらかぶ、逆に逆に恥ずかしがり屋なんや。逆稼い、逆稼いなんや。そうどんなやん。あ、そうなんだ。そうだな、王子も熊の実やんな。俺も隠れてる方やね、多分。どうやんね、どっちかっていうと。え、何恥なん、恥ずかしいことなん。いや、でも俺、なんか火星が一番いいと思う。火星って隠れてる方。だからその、侍に例えたら、侍ってこう基本、鞘に刀を収めてるわけ。で、いざ勝負って時にこう刀をさ、抜いてるの。ノーアルタカの目を隠すからな。そう抜く時だからどうしたらいい。え、抜く時だからどうしたらいい。いや、もうそれはもうあれやけど。もうでも火星っていうのはさ、でもともと向けてるやつは鞘に刀を収めすよ、もともと出てる状態で。鞘に。でもさ、半分ってことでしょ。火星かっこいいな。そう半分もう抜いてるってことやね。そういうこと。え、どういうこと。もうだからもう危ない、逆に一番危ないとこのままの状態で。じゃあ神聖が一番いいってこと。神聖はもう鞘に収めてる。なるほどね、そういうことだな。錆びますよ。剥き出しですか。ねえ、錆びますよ。錆びるよ、出しっぱなしだと。マジで錆びるよ。錆びるよ。俺神聖のやつ見たことねえもん。なかなかないよ。立っても向けてないよ。痛そう。やばい、痛そう。やばい。刺激されすぎて。え、空は、え、どうなんですか。立ってる時も帽子はかぶってんの。ちょっと待って。こっちの帽子、こっちの方の帽子は。立ってる時はかぶってるよ。かぶってんの。かぶってる時はね。チンチンがここに生えてるとかじゃないですか。アホか、お前。なんかここに隠してる感じ。それはある。ちょっと待って、ねえから。さてさて、次ましたシュウヤは腹筋ないのって。はい、腹筋あんの。シュウヤ裏筋の方ですか。裏筋の腹筋はもうすごいよ。もうもう皮が伸びきってる。それは腹筋できればっきょけだもんね。腹筋なんですか。腹筋だよ。筋玉筋でしょ。玉筋じゃないよ。だって魚ってこっ顔やん、これ腹やん、ここって尻尾やん。ということで金玉が尻尾やん。で、ここ人が顔やん。はいはい、ここ腹割って腹すんだよ。なるほどな。ちょっとこれ腹筋じゃない。なるほど。いや、じゃあ玉筋はどうなんでしょう。玉筋？いや、元祖玉筋の王子。あれ、ツーバック。元祖玉筋。ツーバック。
元祖玉木元祖玉木みんな2パックやな俺2パック元祖2パックやなもともと元祖顔が玉木に似てるってアウトオブ2パックそう、王子的には絶対的には何が懐かしい懐かしいな昔ちょっとで、てかなんで金髪から戻したのと思ったやっぱり大人だしねもうまだアウトオブ2パックでも最近ピンクにしようかなあマジで王者それぐらいファンキーな方がいいと思う対抗しようかなそうそうあのある従業員がピンク色の髪色なんですえ、誰あの恭平翔馬ああえ、マジでそれ見てて、うん、あピンクいいなみたいなあいいよ影響されやすい奪い取ったろうかな、うん、でまだ落ち着く年齢じゃないからね王者ねまあねそうだな獣人のためでしょそうっすねいやそんなことよりもやっぱり空と東野がさ特にさ、うん、金玉は何パックに分かれてるかって話をしてほしいなんか俺らに触れてさ下品って言われてるからそれはもう金玉っていうか基本2パックでしょ誰でも言い切ってるじゃん、うん、じゃあ言い切ってるじゃんしか俺は2パックの俺はちょっとあの片方ちっちゃいから、うん、もうトータルで遠目で見たら1パックだけど、うん、俺の金玉ねなんで1パック with 1みたいな感じするのそうですよ。ギリギリおまけついてるな。俺ウィズワンやとないほうがええわ。え？すがみついてるもんね。嘘。あ、そうなんか。そうやな。それちょっとお題欲しいな、お題。うん、お題くれ。担当いるけど、この人はヘルプついてくれないの。この中に担当いるけど、その他の人はヘルプついてくれないのみたいな。いや、もうつくよね。つきますよ、全然。全然。ちなみに誰の傘なんですかね。確かに。うん、いくってみ、うん、これ俺がロクデナシ TV 見てくれたって言って、うん、来てくれた女の子には全員多分通じることよねそうねつきますよ、うん、全然てか別に普通そんな気使わずに普通に、うん、誰々くんついてほしいって普通に言ってくれたらつくもん、うん、全然だから言われる側も嬉しいから、うん、やっぱりそうだから当夜あのお酒飲まない当夜が、うん、俺のお客様の席で、うん、ヘルプついてくれて、うん、カロリーワンケースって言って、うん、全部飲んだもんねうん、カロリーワンケース頼んで、うん、2本半飲んだこれさすがに頼んだし10分の1そうやはいさてあもう1分前か早いな早いね楽しい時間は早いろくでなしを指名じゃないけど初回でも来てくれると何がいいかっていうのをしっかり言ってきたよ、うんうん、そうだね確かに、うん、これ誰か来ても誰でもみんなつくというねそうやねしかもがっつり、うん、ろくでなしを指名してくれたら、うん、ろくでなしなおさらねシャンパンはあおんないけど、うん、シャンパン以外楽しませれる、うん、確かにああいいねみんなヘルプつくナイスヘルプ、うん、一回ちょっとなんか、うん、誰かのどっかの宅にろくでなし全員集結してみても面白いいや確かに、ねまあ、確かにねトイレにしようよいいねじゃあさて最後締めは締め終了行こううんよし、はい、エビラディろくでなし TV イエーイ普通か この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチューブ、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。